はい、こんばんは。トーマツグキです。久しぶりの動画 <laughs> 出してますけどね。はい。まあ、ちょっとチャンネル名変えようって思ってるんですけど、ちょっとまだ、はい、ちょっと決まってなくて、ちょっと、ちょっと、いろいろちょっと忙しかったので、はい、ちょっと久しぶりに動画出そうかなと思ってるんですけど、ちょっと今更、こういう話するのもなんですけど、あの、水道法の改正 についてですねあの水道民営化ですね、はいまあ、水道民営化みたいなことなんですけどあのこれなんか僕も最初勘違いしてたんですよねこの水道をほとんど全部あの民間や企業をなんか自治体に自治体がこ企業になんか任せて水道管の老朽化した水道管を民間の企業の水道の会社が 直あとなんか水を出す時ねきれいにする時とかもこれもなんか水道の会社がや,やるのかなって思ってたんですけどこれはまあ一応あの全部民営,民,民営化にするんじゃなくてあれみたいですねあのまあ一応自治体がなんかそういう所有権を持ってて。 あの導入するかしないかの選択ができるんですよねはいあの民間の水道の会社に、はい、民間の企業にあの何ていうんですかねあの導入はい依頼とかあのしなくてもいいししてもいいみたいなそういうなんかあるみたいなんですよねこの水道法のねこの一部を開設するんですけどねはいまあ僕もちょっとあんまりこういうの詳しくなくて。 はい、まあ水道民営化ですからねやっぱ水はやっぱねこればっかりはちょっと民営ね民間の企業でこの老朽化を直すね水道管の老朽化とかのじゅ、ね、きれいにするのをなんか企業民間の企業でやるっていうのはちょっとうんまあそうですねこれは一応今までね国がやってるってことですからね水はやっぱ 人のね命を支えてるようなものですから大事なものだと思うんですけどねいや民間の企業だとねどうなんですかね一応一番怖いのがやっぱ外資ですよねはいもしかしたらあのあ,あの国の企業も導入することもできるってことなんですよねねえとしたらねまあそうですねはいまあ 僕が一応うんまあ外資はちょっとあれですね <laughs> なんかまあ外資はねどうなんですかね外国の企業も入る可能性はなくはないってことになりますよねまあこれが怖いなと思うんですけどはいまあ水道のねまあ民営化ですからねまあ まあ全部が全部全部これからはもう国があの負担しないで国がなんかやらないであの全てあのあの民間で任すっていうわけではないですからねこれねあのこれからはまあ民間の企業も関わる関わってやるかやらないかのあのなんかなんていうんでか あのことみたいですからね、はい、まあちょっと僕もちょっと <laughs> あんまり詳しくなくてちょっと勉強不足なところあるんですけどなんかそんな風にちょっと調べたんですけどねなんかそんならしいんですよねはいまあねえ、まあ、水道料金が高くなるかどうかわからないんですけど、まあ、民間の企業で,すでやると。 っていうなるとねどうなるのかちょっとまだわからないですからね、はい、でも水まあ吸い止め家をなんかした国とかもあるみたいですけど外国ではだけどやっぱほとんどはもうまだ国で、はい、公営化ですねはいし,あのしてしまったっていうケースですしなんかどちらかというとやっぱこういうのはやっぱデメリットの方が多いのかもしれませんねはい。 民間の企業会社ですからね会社での会社のお金でお金でなんか水道化の老朽化をやるとかなんかそういう風にねやるっていうなるとやっぱお金もかかるしいろいろありますからねまあ国の方があの安全だと思うんですけどね僕的にははい。 まあちょっとどうなってるのかわかんないんですけどね。まあ、これはまあ、これはまあ、あのね、安倍さんがや考えてるっていうよりは、どちらかというと麻生,麻生さんですね、はい。麻生財務大臣が、なんか押してる、なんか、あれなんですけどね。はい。まあ、ちょっと <laughs>、一体どうなってるのかわかんないですね。はい。 このごは入管法とかね、ありますし、なんかね、水道法ね、まあどうなん、ちょっと、あんまりいい、なんか、ニュースがあんまりないような感じがしますね。はい。政治のあれはね。はい。まあ、手なわけで、ちょっと、今日はもう久しぶりに出したから、ちょっと、動画の前で話したけど、ちょっと、下手に言ってしまいましたね。すいません、なんか、はい。まあ、手なわけで、今日はこれで終わりますね。 はい、まあご視聴ありがとうございました。では失礼します。